こんばんは、はるかずみなです。今日はね、今日会ったことをね、喋ろうと思うよ。何だったかな。今日ね、とりあえずずっとね、割と帯帽子作ってました。なんかさ、楽しい。なんか今久しぶりになんか作って楽しい。なんか順調になんか作るのやっぱ慣れてきたみたいでいい感じです。でね、あとね、今日ベースのホームページをちょっとね、有料テンプレート、昨日さ、なんか沢子さんにさ教えてもらってさ、有料テンプレート使ったらいいよって言って教えてもらったからさ、なるほどと思って買ったの。私さ、有料テンプレートがベースにあるなんてことさ、全然知らなかったからさ、ストアーズに引っ越そうとしてたんだよね。だからね、それもなんかめんどくせえなーなんて思ってたんだけどさ、できるということが分かったので、ちょっとストアーズではなくベースの方で今しばし頑張ってみようかなと思っております。そんでね、テンプレートさ変えてみたらさ、決めることがいろいろあったわけだよ。なんかこうら工夫できる場所がさ増えたからさ、例えばそのキャッチフレーズを決めたりとかさ、なんかアバウトのなんかこう部分なんか本当だとかデザインとか決めたりとかさ、あとさ写真がね、私ね、大きい写真をホームページに出してる方が好きなのよ。なんかきなり戸のサイトだとか、なんか写真なんか余白がいっぱいある写真だとか、なんか世界観を表現してあるような写真がずらりと並んでるとね、ふうテンション上がるから、なんかそういう写真がいっぱいドンって流れるようなサイトにしたいなと思って、大きい写真がドンドンって出るようなテンプレートを選んだけど、いやー、新しい課題出ちゃったよね。私さ、今までさ商品写真もそうなんだけど、全部さデジカメでじゃなくてスマホで撮ってたからさ、荒いんだよあれ、やっぱ大きく写すと。でそれ私ほとんど自撮りで撮ってる時に、動画で撮影してそれをスクショしてアップロードしてたから、なおさら荒いんだよね。さっきさ、これなんとかしたいなと思って、動画をデジカメで撮ったらどうなんだろうと思ってデジカメで撮ったんだけど、静止画としての普通のカメラの機能なら問題なかったんだけど、動画だとね、やっぱりね、荒いんだよね。困ったすごい困った。私なんか着画とかさ撮りたかったんだけど、いいじゃん、なんかやっぱそのイメージを持つことができるから、やっぱ着画撮りたかったんだけど、自分一人だとできないのかなと思って今ね、もだえてる。誰にお願いするみたいな。だってさ、この写真、この帽子さ似合うのさ、もう結局さ、まあ私なわけなのよ。一番似合うの私なのよ。じゃあ何、あれかな、私がモデルになって構図、なんかセンスがいいカメラ写真撮れるような子見つけて、あれかな、撮ってもらうのかな、キャッキャしながら。どうしよう、誰にお願いしよう。カメラ好きな子に撮ってもらいたいな。なんかね、カメラマンにお願いするほどのことかなって思うところが正直あるし、撮りたい日に撮りたいんだよね。やっぱ晴れてる時とかさ、あ、今日はこの組み合わせでなんか服と合わせて写真撮ってみようみたいな感じでさ、撮りたいんかなさ。どうしよう、今困ってるよ。あれかな、スマホさ、今で iPhone SE のさ、もう何年前、3年くらい前の iPhone 使ってるんだけど、最新の iPhone SE だったらもうちょっと画素数上がってたりとかすんのかな。電気屋さん行って聞いてみようかな、新しいデジカメじゃない、iPhone の
性能確認したいからちょっと確認しようかな。それで家電屋さんだったらデジカメもあるから聞いてみようかな。動画で画素数が高いやつが欲しいな。あとはそう、ホームページさ、私さ分かってたんだけどさ、物撮りさ、余白があるとね、やっぱすごい上品に見えるし品よく見えるし、なんかかっこよかったんだよね。だからさ、ちょっと作り変えなくちゃなと思ってて、全部私さ商品写真さ四角形にしてたからさ、なんかね、ホームページのデザインもねこれでいいかと思ってたの。なんでかっていうと、商売してる人、何十万盛り上げ上げてる人さ、ホームページのデザインさ、そんな凝ってなかったりしたりするじゃん。なんかカウンセリングとかさ、セッション系のやつ人ってさ、ホームページさえも作らずにさ、なんかブログだけで終わらせてる人結構いるじゃん。それ見てたらなんかそれでもいいのかなと思って、なんか自分が作りたい世界観を表現することをなんか諦めてたし、なんかもういいや、もういいや、別になんか努力するのがバカバカしいみたいな気持ちになっちゃってたもんね。でも本当はどうしたいのって言ったら、やっぱね、私めんどくさい女なんだけどさ、こだわりたいんだよね、楽しいから。やっぱり自分の好きな世界を自分ので表現できるってやっぱすんごい楽しいし幸せだから、手間かかるし面倒くさいしお金もかかることなんだけれども、やっぱりやりたいみたいなんだよね私。だからそこがね、そのなんか手間がかかる自分になんか構ってあげるっていうのが怖かったんだなと思った。でもこれはね、アストロカウンセリング受けて喋った時に、やっぱ自分の世界観を表現する場所を設けた方がいいよって言われたのが、カウンセリングで言われたからやるっていうよりはもう最後のとどめだったんだよね。もう結構 1,2 週間前くらいからホームページのデザインがなんかすごく見栄えが良くなくて、なんか気になるなと思ってたんだけど、直してなかったんだよ、ちょっと手間がかかるし、もうなんか嫌になってたから。でもそう言って藤子さんに言われて、やっぱやるやつだなと思ってやることにして、でその翌日に沢子さんに連絡入れて、デザインのコンサル1時間くらい受けて、である程度やっぱ修正の方向性が見えたからやろうと思って直してて、そんな感じなんすよね。でさ、今日はさ課題としてさ、物撮りですよ。私さ、今まで四角形だったらね、アップで撮ればなんか小さいスペース、小スペースでこと足りたんだけど、私の中の欲望が、やっぱ余白がある写真の方が美しいっていう風に心が吠えるからね。だからどうしてもね、ホワイトのでっかいなんか背景パネルみたいなさ、あるじゃん、なんか物撮りのでっかいやつ、あれを買ってやりたいなと思って。私もうね、本当にね、物が死ぬほど増えた。ミシンさ2台買ったでしょ、はい、ね、あとさ整理するためにさ、なんか私リンゴ箱が好きでね、リンゴ箱をもうダダダって買ったし、あとはまだやっぱりさ、布がね結構あるからね、収納するスペースが必要で、まだちょっとねリンゴ箱買わなくちゃなとか思ってたんだよね。だからそれも来るし、買わなくちゃだし、なんか結構ね、結構私金使うなと思った。それがね、正直自分でも少し怖い、こんなにやるかと思って。そう、自分のためにこんなにねお金かけたり努力したり時間手間をかけてあげるってね、すごいなと思う。自分でようやってるなって、やってあげたかったんだね。ちょっとこの遊び頑張ってみようか。せっかくね、肉体を持って生まれたわけだから楽しみたいね。頑張ってみようかな。あとは、あ
とは、私があとすることは今日、結構興奮してるな、頭がパンパンだな、することいっぱいあって、やることいっぱいあって、ねって感じ。あとね、今日ね、大好きな竜巻堂さんに行って、おしゃべりしてきたんだけど、で、その時にね、教えてもらったのが、なんか英語のね、私、通訳ソフトが欲しいと思ってたのよ。翻訳ソフトが。あ、違うね。通訳さんが欲しかったのよ。自分の商品ページの紹介文を用意したかったから、英語の準備したいなと思ってて。なんだけども、お仕事がね、お忙しいみたいで、ちょっとね、数ヶ月先延ばしになってるんですよ。なんかコロナの影響で、なんか、公的機関からの、英訳依頼がめっちゃ来てるみたいで、だからね、ちょっと構ってもらえてなくて。だからさ、なんか先越しになっちゃってて、なんか悲しかったんだけど、その話をしたらさ、ああ、英語を使い、翻訳ソフトいいのあるよって言われて、で、それで教えてもらって、それで早速使ってみたらすごく便利で簡単で、なんか Google 先生よりも扱いやすかったんだよね。なんか一発で気の利いた英語になってくれて。で、それ使って今日遊んでみて。で、何したかっていうと、なんかインスタとかでさ、海外のサイト、人見てて、やっぱすごい素敵だなって思うものいっぱいあったんだけど、コメントがさ、わざわざ文章直すのが手間だったから、コメントしてなかったんだよ。でもなんか和文を簡単に英訳してくれるソフトがあるわけだから、それ使って自分がいいなと思った発言あるものに対してはコメント書いて英語で、でそれで自分の記録残して、なんでそんなことしたかっていうと、あれなんだよね、なんかこうナンパしに行けよって言われて、どういうことっていうと、なんか自分のなんか好きな人にちゃんと声かけて自分っていう存在を認知してもらうことって大事だよねみたいな話になって、あ、確かになと思って、私自分の作品に関して好きだって言って声かけてくれる人いたのに、私は自分から声かけてないし、好きだっていうことを言葉にしてないかもしれないと思って、なんかそれがね、あ、ちょっとあれだなと思って、私としてはなんかこう怠ってる部分だなと思ったのね。だから今日ね、それアドバイスもらってから、日本人、外国人みんなにそれぞれいいなって思ったところにはいいねしに行って、メール送ったり好きですって伝えたりした。でそれでインスタのコメントだけじゃなくてメッセージ送ったりした。でそれをなんかしばらくなんか続けてみたいなと思った。なんかその私は、コミュニケーションツールであることをちょっと放棄してしまったのもあるし、わざわざ好きだっていうことを好きって言いに行くっていうことの習慣がなかったから、でも好きなんだから、それを見て私の心が震えたりしたわけだから、なんかちゃんと表現することって大事なのかなって思った。で、それでね、いっぱい、ああ、可愛いなってものをフォローしたりとか、好き好きって言って、なんか、ハートマーク、いいねして回ってたのよ。で、それでね、それやってて気がついたことがあって、あ、私って、ジュエリーすさまじく好きなんだなと思って。何回も意図的に忘れようとするんだよね、ジュエリーが好きなことを。しかも、コスチュームジュエリーが好きなの。トゥーマッチな大きさのキラキラしたゴッテゴテしたやつとか、もう目玉のアクセサリーとか手をモチーフにしたものとかものすごい好きで、それでね、あ、好きなんだと思ったら、あ、私じゃあ商品仕入れようかなと思ったの。気に入った海外の商品をね。それで可愛いなと思ったやつ眺めてて、いくらかなと思ったら、12万かみたいな。ちょっとなー、今 EMS の止まってるからちょっと行動としては大きい行動だなと思って、ってなって、でその後に思ったのが、ヴィンテージショップ行って自分で仕入れてくればいいかなと思って、でそれで波動測定して
波動がいいやつ選んで、でもし低かっても自分であの波動の絵が描けるから、それで浄化っていうことをしてから商品として並べたらいいかなと思ってて、自分 の, あの持ってる着物帯もそうだけれども、全て私あのヴィンテージから取ってるんだよね。なんでかっていうと、やっぱりなんかその正しい価値として評価されてないっていうことがすごい悲しかったから、あの可愛いものは可愛いからちゃんとあの価値のあるものとして世に出してあげたいなと思ってやり始めたことだったんだよね、着物帯を帽子にするっていうのは。ってな感じなんですよ。だからね、あの好きなものを好きっていうこと、表現することっていうのは、誰かを応援することが大事なんじゃなくて、別に自分のためなんだよ。自分が何が好きなのか、何に関心があるのかをより具体的に分かるし、コメントすることによってどういうところが好きですよっていうふうに自分が自分に伝えてあげることができるから、それは全て他人のためにやってることじゃなくて、全部が自分のためにやってることなんだよ、好きなことが明確にするために。だから他人を利用して自分の理解を深めていったらいいんじゃないかなって思った。インスタ使ったりとかしてさ、だからね、いいなと思った。なんかそのもうちょっと自分の好きっていうものをもっと明確にするために、なんかいろいろ見て回るのいいなと思った。インスタね、私ね、あの疲れた時によく見てるのがね、赤ちゃんの笑った顔、やっぱりね癒される、すげえ可愛い。だからそういうの見たりとか、ディソップさんの体見たりとか、ジュエリー見たりとかしてますね。なんか面白動画見るっていうよりもやっぱ美しいものが好き。イケメンと可愛い赤ちゃんとジュエリー、わかりやすいよね。そうそう、そんな感じかな。だからね、明日ね、ちょっとね、なんかジュエリーなんか気に入るのあればね、仕入れてきたいなって思っていますね。なんかさ、ショップをさ運営するにあたって、なんかこう商品並べるときにね、今度はサービスは除いて商品だけのページにしようかなと思ってるのよ。なんか見栄えが良かったから。うん、ちょっとそこがね、ちょっとね、そこはね、まだね、自分の中で悩んでるところなんだけど、デザイン的にはあの統一してまとまって、あの商品だけが並んでる方が綺麗なんだけれども、なんか自分ビジネス的に、なんか自分が商品だって言ってる中で、なんか商品とサービスがなんか分かれて展開されてるのって、なんか自分の中でいいのかなって、なんか自分の中 OK なのかなっていうのがちょっとよく分からなくて、そこがね、なんか引っかかる部分ではあったね。まあちょっとやりながら、手を動かしながら気がついていくのかもしれないけど、そこがね、今ね、引っかかってる部分ではあるんだよね。さてと、私まだちょっと夜中の24時になろうとしてますが、まだちょっと軽く興奮してるね。なんか頭使いすぎちゃったからクールダウンが全然できない、ね、そう、まあいろいろなんか遊んで楽しんで生きていきたいなと思っております。じゃあもう一回整理しようか、自分の頭の中。あとね、やりたいこと、リンクツリーの講座やろうかなって思ってるのと、まさこさんとその子さんの、セミナーを受けたから、そのセヤ会やろうかなって思ってるのと、あとは、なんだろう。結構ね、いっぱいやりたいことがあってね、手が止まるね。あとあれだわ、あの靴の整理したいから、なんか収納ケース欲しい。あとアストロカウンセリングめっちゃ良かったって話を、やっぱりなんかブログだか何かに書きたい。帯帽子の重さを測ったりとか、長さを測って人に伝えられるようにしておきたい。新しい着こなしがあるよっていうことを表現したい。やっぱりモデルは私がやりたい。誰かに撮ってもらいたい。
写真は何枚も同じような写真カットを撮ってもらいたいわけじゃないし、私も一日確認しながら撮りたいから、撮りたいので、言い合える知り合いに、どうしよっかな、兄ちゃんにバイト代払ってお願いしてみようかな。写真撮れるかな。興味なさそうだな。こんなモダイルくらいだったら誘えばいいか。あとね、欲しい人材としては、私さ、ロックミシン死ぬほど好きな人に出会いたいんだよね。ワンピース作ったんだけど、ちょっと手直ししたいところが結構あって、そこをなんとかしたいんだよね。誰かいたら教えて、声かけて私に。こんなところかな、私の今日喋りたいことは。あとね、私ね、商品のね、帯帽子を発送したんだけど、その時の梱包ね、可愛くしたんだよ。最初からね、決まってたことがあって、風呂敷で包みたかった。古代紫の風呂敷。それ包んで、でそれでね、それだとなんかシンプルすぎたから、なんかお花添えたいなと思って造花のお花挿して、でそれでね、あとね、普遍意識とつながってね、その人の名前でね、メッセージ書くことにしたんだ。超いいよ。なんか私それをやりた理由が、手前さ、自分ビジネスのオンラインのところでさ、マルシェのところで丸い石鹸買ったんだけど、その丸い石鹸にね、私の名前が書いてあって、その裏になんか和歌っぽいもの書いてあって、なんか手書きだったの、なんかそれがいいなと思って、私どんなに下手くそな字でもなんか手書きでちょっと言葉が添えてあるってやっぱ少し嬉しいなと思ったの。なんか今まで靴買ったりとか服買ったりとかした時に発送してもらうことがあったんだけど、その時にショップカードになんか言葉が添えてあったりするとなんかね、嬉しいなって思った。まあすぐ捨てちゃうんだけど、そのちょっと嬉しいのためになんか言葉を添えたいなと思って、でせっかく私が波動だとか普遍意識だとかそういうふうに訓練を受けた能力があるわけだから、なんかメッセージっていうものを私だけが下ろせる言葉をなんか伝えられたらいいなと思って、言葉を書いてみました。いや本当はね、名前書いたその人の、和歌みたいなものを書くんだけれども、その後に名前をね、自分の名前添えたいなと思ったんだけど、自分がね、なんか受け取った時に自分の名前だけのメッセージが書いてあった方が私はちょっと嬉しいかなと思って、名前を書くのはやめました。あとはちょっと正直遠慮があったかもしれない、少し。春風美奈っていうサインをすでに持ってるんだけれども、書くのが正直まだ照れくさかったっていうところが言えました。だからなんか照れくさくないように自然になんかサインが書けるようになりたいね。まだちょっと練習が正直足りないところがあるね。あー、物撮り写真きれいに撮りたいし、着画も撮りたいよー。おー、どうしよっかな。電車とかさ、デジカメとかさ、なんかシャッターボタンを押さずに連写とかできないのかな。あ、これも家電量販店に行って相談すればいいか。午後かな。明日の午前中はお話し会にちょっと興味あるから参加するし。ちょっと2時間長いから途中抜けするかもしれないけど、まあ聞きたいところだけ聞いて参加したらいいかな。だからそれを聞いてる間になんかまあミシンの
ミシン、アイロンがけしたりとかちょっと縫ったりとか、そこら辺の用事ができるだろうし、できるだろうし、ゴミ捨てもしたいし、でお話し会に参加しながらできること、できること、いっぱいあるね、結構ね、いろいろやってみよう。はあ、いいな。なんかこうやって顔出ししないでダラダラと喋って自分の頭の中整理できてよかった。さっきあのハッピーちゃんのさラボ参加してみて、で話聞いてて、なんかなんだっけ、17動画のあのありのままの人たちの話を聞いた時になんかすごい肩が楽になったから、なんかそれでなんかこうやって配信してみました。何気なく喋るっていうことをやってみたかったんだ。だから今日は楽しかった。聞いてるみんながどうだったか分かんないけど、私は私のために楽しかった。終わり。聞いてくれてありがとう。またね。